らです。ゆらいです。ゆかです。むかです。お願いします。ということで本日は笑ってはいけない過去動画2022。初めてじゃない？初めて。プライベートではしてたけどね。笑ってはいけない TikTok やったわ。でもやったやったやった。ああ、でも食い切っちゃダメみたいなやつ、うん、だけどさ、水含んでなかったよね。この景色が初めてです。そんな切れてんの？まあもう今年もね、そろそろ終わるということで、はい、今年の2022年の動画の総まとめ集みたいなのが流れてきます、ね、いや、VTR ありがたい、はい、ありがたいですね。いや、マジで笑わない。ゆかとさくらやばいよ。ゲラなんしかに。気をつけて。やろうか。やろう。はい。はい、レッツゴー。怖い。モッパンまで入れようや。オッケー。え、そんな。ゴムだよ。スタート。テレビ禁止 TikTok。 え、マジで言えよ。恥ずかしい。やばいね。こんなゴム。ほんとごめん、失礼だと思うけど。え、おもろいね。もうダメ、進まないね、これもう絶対、うん、やばいかも。分かってるわ、もう。これで笑わせるんじゃない。変顔とかしてる。あ、逆に。大丈夫。これバカおもろかった。教科書。今。最初のゲストの方に登場していただきましょうか。はい、やっていきましょうか。はい、せーの、お願いしまーす。分かってたのに面白かった。分かってたのよ。ずっと準備してたの。やばい、くるくるくるって思ってた。入っちゃった。待って待って。
何これ何恐竜おっぱいだけど。それやばい。やばい。何してんの？やばい。何してんの？ちょっと持ってる。何してんの？皆さんこんにちは、横田未来です。やっほー。さくらだよ。さくらだよ。さくらだよ。もくもく。泣かないよ。わかる気持ちよ。もくもく。もくです。泣かないし。泣かないし。私、横田未来、どこにでもいる普通の女子高生。今日は新学期なのに遅刻遅刻。ちょっとどこ見てんだ、行って。あの顔だったんだ。それの女子高の顔っていうか。ねえ、最近ミラオくんにつきまとってるのあった？いや、ただの幼馴染で目障りなんだよね。ミラオくんと仲良くしないでくれる？いや、仲良いってやっぱ。ねえ。なにこのやつと？しかも3ヶ月も2人っきり。私この先どうなっちゃうの？いいね、なんか振られる、ちょっとおもろいわ。すいませんでした。なぜ私はここに立っているのでしょうか？私もわかりません。なんですか、バカだよ。バカなんだよ。前のテストで最下位だったからだよ。バカなんだよ。バカなんだよ。バカなんだよ。なんかちょっとバカにしてませんか？誕生日にさ、お父さんの洋服とお父さん、TikTok の配信前、あの、ブサイクの時のなんかこの動画ずるい。眉毛眉毛かわー、バカにするな。使ってないよ。ねえ、ちょっと待って、ちょっと待って、いいじゃん。Thank you.
よ。いや、あの、いい子なんだよ。いい子、マジいい子なんだけど、そういう時ね、ずるいのよ。うまい、後ろすぎる。いいよ。いや、後ろ見ない。どうしたの？え、未来どうしたの？説明してもらっていい？まだルクワークやりに行きたいよ。未来、え、どういうことだ？いっぺん説明してもらっていい？韓国アイドルに戻るって書いてある。未来どういうことだとかじゃなくて、お前らもやべえ。相当かっこやばいね。お願いします。はいさい。そこにはなんとキッチン入った。届いた。天才。バイバイ。おやすみなさい。半年前ぐらいかな。でもこれめっちゃ前だよ。
そう、うん、これが一番前ぐらいじゃない多分、うん、もうさくら髪長いしね、なんか面白いんだ、いやおもろかった、ね、おもろかった、マジおもろかった、いやまたしたいね、ちょっと経ったらさまたこの面白しゅうみたいな、ちょ苦しい、もうやってみてほしい、口が痛い、ね、NG とかでもやりたいね、うん、え NG やりたいよね、うん、あるあるの NG とかだけで面白い動画作ってもらって、公開されてないところみたい、わかる、絶対覚えてないおもろいとこあるもんね皆さんもぜひここ動画見返してみてもらってね、はい、ほんとね、うん、ちょっとここおもろいよって、さうちらが気づいてないとこもあるかもしれんから教えてほしい、教えてほしい、教えてください、はい、また次回もお楽しみに、今日の動画はここまでです、次回の動画もお楽しみにバイバーイ